今週のヒューマンウォッチャーはハンドボール日本代表土井レミー杏利。33年ぶりのオリンピックに挑む日本のキャプテンに密着。 TikTok ではレミタンの愛称でフォロワー240万人を超える人気者。少しでも本当にこうハンドボールを知ってもらうきっかけになると思うので、ハンドボールをメジャーに、その挑戦を追った。